それでは授業開講です。高見さんは、はい、僕のことは、あ、すみけん先生は YouTube で知ってるぐらいで、あ、 YouTube で、はい、面白い世界だなっていうふうに思って見てます。あ、そうですか。はい、コモさんは、はい、もちろん携帯がマグマぐらい熱くなるまで見てますやめてくださいよ。危ないね。やめてくださいよいいね。なんか産休に入る前の最後の仕事、あ、もう大教にいい授業と聞いてます。産休中にしっかりと本日の授業を復習してみてください。はい、はい、頑張ります。それでは改めて自己紹介をさせていただきたいと思います。はいはい、教科書4ページ、うん、僕シミケンは1979年生まれ、42歳千葉県出身です。98年18歳でAV デビューします。18歳でデビューして、それから24年経ちまして累計出演本数は1万本以上。また韓国では携帯ゲームの広告に起用されてる雑誌の表紙を飾らさせていただいて、嘘でしょ、すごい、ラッピングバスが韓国の街をこう駆け巡ったということで、スーパースター。なんか見る作品見る作品僕が出てるから、この人面白いなみたいな、いつも出てくんねみたいな。なるほど。で、韓国で最も有名な日本人っていうのをアンケート調査がありまして、安倍元首相とかトワイスのサナさんよりも知名度上だったんです。すげえ。やっぱ超えてくんだよね。エロエロってやっぱ全てを超えてくる。やっぱそうだね。ね、うん、世界共通だから。水面さんとは僕、はい、共演したことないんですけど。まだ貫通してないです。貫通できるんですか。貫通してないですよね。貫通してないの、ね、まだしてないんだ。まあ、ここで会って、はい、そういうアダルトの現場で会うとまた興奮違うんですよ。確かにそうですよね。そういうものなんですか。そうなんだ。今回地上波だから楽しみだね。どういう反応になるか。地上波なんですか。地上波じゃない。地上波なんですかこれ。めちゃくちゃ手振ってますから手首がめちゃくちゃ折れるほどに。これ地上波だったら大したもんだよ。時代変わるよ。せめてこういういい時代になったんだってことだから。ちゃんとした授業だからな、うん、多分、まあ、そんな僕が身を置くアダルト業界、これ日本のアダルト市場っていうのは金額にしていくらぐらいだと思いますか。村西先生がドラマであの時代の時に5億ですよって言ってたのが記憶なんですよ。なるほど。ということは吉村さんいくらぐらい。100億とか210倍。正解は次のページです。約3214億。すごい。村西さんの時代ってやっぱビデオしかなかったんですけども、VHS、もう今はこのネット配信とか、うん、これ助かるんだよな。進んでね。なるほど。月額すぐ作品が手に入る時代になった。これ僕の推測なんですけど、2008年日本でも iPhone が登場しまして、うん、もうジョブスがこのエロの鍵を開けたと僕は言ってるんですけど。あ、なるほど、ジョブスなんですね。ジョブスですよ。今まではね、男たちがこう怪しいのれんをくぐってどれにしようこそこそ借りてたものが、もう女性とかが今も布団の中ですぐ見れるじゃないですか。なるほど。ということでこうお金が集まってきたという。女性も見やすくね。確かにね。世界では人気なこのセクシー女優さんいますよね。はい、葵空さん、飛鳥キララさん、三上浦さんとか、うん、聞いたことあります。高見さんはこの知っている女優さんとか、深田恵美さんとかも。あ、おー、いいですよね。いいねドラマ全裸監督などでも話題になりましたが、うん、アダルト業界は今や立派なビジネスの市場です。そうです、うん、最近は女性の監督やスタッフさんも増えてきて、元テレビ業界や元芸人さんなんかも入ってきています。ちなみに男優業界では Z 世代の波が来たりとかして。来てますか。来てるんですよ。今まで閉鎖的だったんですけども、ポップになってきたら Z 世代入ってきました。男優さん結構増えてきたんです。もうね、すぐ映えるものがあると SNS でアップしちゃいますからね。ローション映えとかバイブ映えみたいな。でセクシー女優さんは毎月100人ほどの新人がデビューしているということで、すごい。ただ注目されている一方で非常に誤解が多い業界なんです。なるほど。確かに新人のスタッフはこんなことになると言われています。次のページ。何？新人の半分以上は約1年で業界を去る。なんで？はい、これは大手メーカーのプロデューサーさんやトップ監督に聞いた話なんですけども、うん、早いと1週間も持たずに辞めていってしまうということで。それは早すぎない？早いですよね。で僕が24年やってて一番早かったのは2時間っていうのがあります。2時間コースじゃないですか。うん、120分コースだね。ちょっと顔出して
さらに年間十数人の男優スタッフが業界を追放されるということもあります、追放ということで今回僕が行う授業のテーマが次のページです。ここからアダルト業界に飛び込んだ時しくじらないための授業よし勉強しとかないと人生何があるか分かんないですから。ありますよ、何回も考えたもん。俺も考えた、ね、いやリアルに覆面かぶりゃなんとかなるんじゃないか、VR だったら顔映んないですからね、分かんないですから。本当考えました、てか今も考えてる。確かに監督やったらすごい才能発揮しそうだもん、うん、かもしんない。吉村君とか自分の願望というか、監督ならいけんじゃないですか。いけるかね。出入りが激しいという AV 業界、足を踏み入れた後後悔しないために知らないとしくじる AV の落とし穴について授業してもらいましょう。まず最初に、日本では毎月どれくらいの AV 作品が発売されてると思いますか、高見さん。毎月1000。1000。そんなもんじゃないでしょ。じゃないと思うか。どれくらいだと思います、吉村さん。なんですかね、一時期この新作が出ましたよっていう時にこうメールが来るようなシステムにしてたんですけど、アラブ、はい、もうそれだけで携帯の充電がなくなるんじゃないかってぐらい電波できたんで、なりっぱなし、なりっぱなし、そんなに、ね、すごいと思いますよ。多い時には一月にこれだけの作品が発売されてます。次のページ、約2000本です。2000、やっぱり倍だ。しかも DVD だけです、で毎月およそ2000本、これベスト版や総集編とか配信欄とか含めると4000から5000。そうですよね、やっぱベスト版も多いもんな。ベスト版多いもん今、ね、多いですよね。もうこすってこすって、そう、ね、大手アダルト配信サイトファンザに登録されている AV メーカーだけでも4500以上、メーカーがメーカーで4500です。それはすごいよ、毎月1本出して4500本になっちゃいますから。いや、人手不足が続いている業界でもあるということです。そうか、なるほど。隣のページに主なメーカーが、いやすごい、これ大手だよこれ、全部ね、うん、知ってますか、馴染みあるメーカーとか。私はキラキラです、すいません。キラキラ、ギャルモノですね。キラキラ、ギャルモノ、ギャルモノ、いや、キラキラ楽しいですよね。私はでもプレステージがもうすごい好きよね、はい、いいですよね、綺麗に撮る、はい、パッケージを綺麗に撮る、はい、あの私昔、はい、SOD の高橋がなりさん、はいはい、からなんかあの事務所にご連絡いただいて、はい、なんか新長野の本社に呼ばれて、はいはいはい、行かせてもらったら、なんかその AV の前にお笑いコーナーを作るから、そこで毎月10本新ネタを下ろしてほしいって言われて、まあ、丁重にお断りしたんですけど。なんでそんなビッグビジネスなのそれ。おい、でもなんか本当優しい方で、その後単独ライブやるって言ったら、お花送ってくださっておめでとうございます、高橋がなみたいな。でも来る人来る人全員私がデビューすると。確かに芸風もね。そんな AV 作品の1本の予算ですが、まあ、僕の経験から言うとマックスでこれぐらいのお金がかけられているそうです。次のページ、この動画の続きはアベマで、最新作は無料、さらにアベマプレミアムに入ると過去の作品も見放題。まずはこちらをクリック。